これね逆にお土産もらってね。嘘やろ。そう。うちあれしないのに。いや俺遠くから遠くから来たけあのまた送りますって言った。あいいですよって言ったけど。いやよいしょ。ちょちょちょ。はい、はい、まあこっちはい。はい。かわいい。男の子に見えんよね。見えんやろ。いや本当見えん。で足拭いちゃおうかな。あ、ボロボロしちゃうね。ちょっと出してあげて。おいで。いらっしゃいって。もうすぐ3ヶ月ってよ。強くない？ねえ、小ぶりよね。いや、多分でかくなるよ、これ。あ、これね、ケージの頭でぶつけたん？って言った。気になっとったよね、うん。で、あとここがね、ちょっとあのちょっと赤くなっとって、皮膚がちょっと一回薬塗ってあげないけんかもしれんとか言って言った。うん、全然。うん、元気やろ。じゃあ横から見て、うん、うん、そりゃこのだって今もうみんなでかくなったわけさ。え、2ヶ月でしょ。おしっこしそう。おしっこする。おしっこしそう。こんにちは。しっこぷるぷるしよう。いや多分すぐでかくなるよ俺。こんにちは。うん、ケージ出しよう。出してないよ。え、私ない。ちょっと私も撮りたいんやけど。ちょっとうちの匂いじゃないけど、どうも不思議がってる。ねえ、おとなしいよね。固まった？固まっちゃったね。なんかもうちょっと可愛い抱き方してよ。噛まれたんかな右手。ちょっとおちびちゃんが来た。うちで一番のおちびちゃんになったね。全然反応がないけど、ボスが困ってよね。さあ、こんだけおとなしい子が我が家の環境でどこまでワンパクになったんやね。これワンパク、これでこの子がワンパクになったらさ、やっぱ環境かなと思うんだよね。あと名前決めないけんね。よしよし、名前決めなね。いらっしゃい、我が家にいらっしゃい。
うちの子じゃないね。世間一般じゃ1週間はケージから出さん方がいいみたいやけど、どう？守る？どうなのかな。まあその前に本当名前決めちゃうからいいけど、ね、名前決めようね。お疲れ、長旅お疲れ。よいしょ。疲れたね。長旅やったね。ね、いやもう常に警戒しとる。なんか耳がずっと立っとけ、やっぱ常に警戒しとるね。うん、慣れたな完全に。こいつ慣れなせんもんね。せんね。うん、うちの親犬たちはケージから出てこんって悟ったよね、吠えるだけで。だから安全だって思ってる。ボス普通にボスケージで寝たことないぐらいの。あ、寝たことはあるか。寝たことはあるけど。いや入りたいよ。何年ぶり？ケージ入りたいよ。あ、実は入りたかった。そう、めちゃめちゃ安心して寝とんやけど。みんながあれ向こうに行っとうとき、ケージに入ってねと思う。さ、名前何にしようか。本当慣れたな。もうすぐ慣れたな。でも下ろしたら全然動かんね。うん、全然動かん。探索していいんよって言いたいんやけど、いろんな匂いがあるけかな、うちの親犬たちの。でもこの時期って探索したいじゃないかなと思うけど。いや見て、下ろしたらシュッてなる。見て、下ろしたらめっちゃ警戒する。甘えん坊だな。なんかタコくしてほしそうよ。甘えたいわな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。本当におとなしい。可愛い。何？抱っこつえ。抱っこ。みんなが怒るよ。抱っこ。みんなが怒るよ。ああ、いや、寄ってこられたらちょっとね。かわいい。こんな感じだよね、やっぱ。まあ、いや絶対そうよ。うちもさ、こうお迎えしたらやっぱその気持ちがやっぱ分かるよね。初心に戻るよね。うわ、戻る全然やっぱ。で、生まれた子も可愛いけど、やっぱね、自分らが選んでこの子をお迎えしたいなっていう子が来たら、やっぱみんなの気持ちわかるよね。いや、わかる。いや、もうわかるね。全然ちょっとやっぱ違うもんね。推しがね、うん、家に来たら。そう。だからやっぱうちの子たちが赤ちゃん産んで、よし、この子を残そうっつって残すのとまた違うもんね。全然違うね。全然違う。いや、もうそこは全然違う。ほんと、なんでやろう。だから、いや、それ自分で選んどけやろ。この子見て、わあ、この子すごい可愛い、ね、うちにお迎えしたいっつって、やっぱ選んでここに来てね。え、どんなことしてもめっちゃ可愛いよね。慣れたな、もうめっちゃ噛むよね。うんうんうん、全然噛まんよ。痛くない。うちの子たちマジ本気で、赤ちゃんたちみんな噛むもんね、本気で。いや、本気で噛むよ。全然本気じゃないよ、俺。警戒されとる、俺。ごめんね、違う、なんかちょっと違うみたいな顔しとる。
やったやん、ママっ子やん、いきなりの。よかったね、自分で選んで。ねえ、いや、ママに寄ってくるってことはすげえいいんやない。嫌やろ、俺に寄ってきたら。あと無視されたりしたら嫌やろ。おいでとか言ってこんかったら嫌やろ。いや、まだこんと思うけど。そうだな、うん、いや、自分が選んでお迎えしとうけ、まあ、って思うやん。そうやけど、でもいいやん、喧嘩せんで吠えんやったらいい。そうね、ほんと環境じゃないよっていうのか、やっぱ環境やねっていうのか。いや、うん、結局環境でしたっていうオチになりそうな気がするけど、うん、まあでも武士くんとか見たらやっぱ違うもんね。武士くんはちょっとまた違う。いや、全然おとなしいし、一人だけやっぱ遊ばんやん、うん、ね、みんなと。この子もね、でもね、武士ね、男の子が来たらめちゃくちゃ遊びよったよ。あのモーちゃんと一緒にね、うん、すごい遊びよったよ、来た時に、うん、ね、だけど男の子は男の子と一緒に遊ぶのがいいんかなって思った、その時。どうだろう、武士と遊ぶような感じには見えんけどな。みんなからのおもちゃにされそうやけど。お、輪ゴム、新しいおもちゃ見っけた。いや、それは多分賢者じゃこんなことされてないけさ。でもなかなか、なかなか抱っこってできんやん。俺、うちらもそうやん、うん、うちらも赤ちゃん生まれてさ、一匹ずつ抱っこってなかなかできんやん。抱っこ、赤ちゃん抱っこはするよ、やっぱ慣れるために。一匹ずつ、まあ新しいところに行ってこうやって可愛がられるのがいいんやろね。まあまあ、うちもね、まあ、1ヶ月もすりゃおりゃーってなるやろうけど、ね、うん、おりゃーってなるやろ。ほら行けーっつって、ほら外出ろーっつってね、痛い戻ってこいっつって、ハウスしろーっつってね。今だけを甘やかされるのでもいいよね。めっちゃ可愛いってな。警戒されない。いや、でも噛んでも大丈夫って思われてもね。だって噛まんもん、俺の指噛まんもん。分かった。めちゃ噛むんやけど、うん、で分かったよ多分。あ、大噛んでも大丈夫なんだ。これが甘やかしのあれなんよね多分。始まりよね、うん、ダメって言ったら聞くんやけどね。ダメよっつってしつけな噛む子になっちゃったりするけね。噛まれよ、めっちゃ噛まれよ。あ、輪ゴム、輪ゴムやろうけど手を、うん、パパ、パパ噛む、噛まん。でも多分痛いとか言ったら多分この子せんくなる、うん、賢いよ、多分賢いよね。よしよし、名前、名前決めてね。何にしようかな。噛むのに夢中や。なんか久しぶりの男の子やけど、男の子って感じがせん、うん、ねえ、女の子に見えるもん、おとなしすぎて。大きさはほどほどぐらいがいいんやけどな。ほどほどじゃない、 お母さんが8キロって言うとか、お父さんが10キロって言うとか。あ、そうなの、小さいよ。あ、髪めっちゃ髪めっちゃ痛いもん。あらら。なんか見ようよ。はい、欲しい欲しい。ん？びっくりした。寝とったってこと？最近。まあ、うん、まあ、なんかそんな感じっぽいけどね。
すいません。